選挙の審判がされて、これからの統治を決める責任があります。103万円とか、小さな政策でとやかく言うのではなく、石破さんと野田さんに任せなさい、玉木さん、いいですね、田中仁志さんがおっしゃっています。あの、やっぱり自民党の、この12年間、十二年間の数による政治に対して審判が下ったと思ってるんですね。決してその石破、 あ内閣への評価ととといいうことではないと思うやっぱりこの12年間の、いわゆる長田朝的政治ですね、長老支配とか派閥とか裏金とか統一協会とかね、えー、それから説明をしない政治ということに対して、えー、国民の極めて的確な判断が下ったんだというふうに私は思っているわけですね。あのー、ですからそういう意味では私はこの間の選挙はね、 あの、民意というものが的確に反映されたというふうに思う。やっぱおかしいと思うんですね。あのー、これはあ、民主主義のあり方としてね、選挙をやって政治が不安定になるということに対しては政治を安定化させるために手立てを講じるべきであって、その講じる責任っていうのは比較第一党と第二党にあると思うんですね。あ要するに自民党は、 191ですか民主党は143でしたっけあの、その2つの大きな政党がね、えー、今後の統治のあり方っていうのをよく相談をするということが必要なので、なぜそれが必要かというとね、これだけ大きな長期的な問題があるわけですよね。この少子高齢化とか、それからその財政の立て直しとかね、そういうことについてやっぱり、 あの、国家のために、その、大きな政党は協議をしなきゃいけないと思うんです。一、比較第一党と第二党が協議をするべきことであると思う。私は、あの、連立政権を組むというのが、要するに統治に責任を持つということですから、今のように国民民主党28人、しか勢力を持たない政党がね、いや、この政策については協力するけれども、統治については私たちは関係ないと。だから、気に入らなければね、 えー、反対するだけですと。あまりに無責任だというふうに私は思うんですね。えー、何かそのお、キャスティングボートを握ったというような形でね、いろいろ発言しておられるけれども、あの、ぜひ民主主義だからね、やっぱり統治に対して責任を持つという責任感のもとに行動してもらいたいと思います。あの、要するに自分たちの政策、例えばその、 お今のお110万円の壁、130万円、110万円ですか壁にしてもね、当然財政的なインプリケーションがあるから、諸々のその政策のプライオリティにかかってくるわけでね、えー、それだけやりゃいいっていう話は全くないんですよね。ですから、あ政策を通そうとするならば、統地に責任を持つという基本的な意識がないといけないし、それなら連立をしなさいよと。 連立を組むときにね、条件を示して連立を組むということをやられるべきであって、いや、連立は嫌ですと。連立は嫌ですと。というのは基本政策が合わないから。